ロータス 98T はチームロータスが1986年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計はジェラール・ドュカルジュ。前年の 97T の改良版。エンジンは新たにニューマチックバルブを備えたルノー EF15 バイトを搭載する。主な変更点としては十六年からのレギュレーションに合わせて 燃料体育容量が195リットルとされたこと、ボディーカウルがサイドポット肩までの一体型とされたことなどである。サスペンションやタイヤなどは基本的に 97T から変更されていない。フロントホイール後方に小型、サイドディフレクターを装着、後のバージボードの原型である。この年で JPS とのスポンサー契約が終了したため、 黒い JPS カラーをまとった最後のロータス F1 マシンとなった。98T は、シャシーナンバー1から4までの4台が作成された。このうちシャシーナンバー1は、年間を通じ、すべてのレースで、スペアカーとして登録された。このシャシーナンバー1はロータス内で、9カーと呼ばれ、セナのポールポジションはすべて予選用エンジンを搭載した、このシャシーで記録された。 前年のエースドライバー、エリオデアンジェリスはチームを去り、アイルトン・セナがエースに昇格する。チームメイトには、スポンサーの JPS の希望で、英国人ドライバーを選ぶことになった。チームとしては、デレック・アーウィックとの契約を予定していたが、セナがトップドライバーが2人いることは、チーム力の分散になるとアーウィックを拒否し、同居かつ当時英国にて同居していた。 マウリシオ・グージェルミンを押した。結局、双方の妥協点として、ジョニー・ダン・フリーズが、ロータスのシートを得た。98T は、セナのドライブにより16戦中8回のポールポジションを獲得した。ターボ勢同士による上位争いに加わり、第7戦アメリカ GP 終了時点で、セナがポイントリーダーとなる。しかし、ルノー・エンジンは、マクラーレン・タグや、 ウィリアムズ・ホンダに比べて、決勝での信頼性が劣り、2回の優勝、ドライバーズランキング4位に止まった。両友のダンフリーズは、6速、ギアボックスの開発を担当したが、信頼性が不足しており、乾燥6回入賞2回でシーズンを終えることとなった。また、最終戦のアデレードでは車載カメラを搭載して、走行した。ありがとうございます。